行線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はリゾート21普通電車熱海行きです。終点の熱海行きまで各駅に停車してまいります。途中の伊東まで伊豆急行の乗務員が担当いたします。電車は先頭が7号車最後部1号車7両の編成です。お手洗いは3号車に2箇所ございます。この電車の先頭7号車と最後部1号車にございます展望室は冷え防止のためお立ちになりましてのご利用はできません。運転室の間に仕切りがございませんので走行中をお静かにお願いいたします。フラッシュを使用しての撮影もご遠慮ください。ただいま新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため展望室の一部利用を停止させていただいております。なお展望室利用停止区画にお荷物等は置かないようお願いいたします。ご不明をおかけいたしますがご理解とご協力をお願いいたします。車内マナーと全面禁煙のご協力をお願いいたします。また感染症対策のため車内や駅構内ではマスクを正しく着用の上会話は控えめにしていただくなど新型コロナウイルス感染症対策へのご協力を引き続きお願いいたします。この電車は途中伊東に15時52分、終点熱海には16時18分の到着予定です。終点の熱海より先は東海道線。